エイファイヤーアイスストームダイヤキュートブレインダムドジュゲムジュゲムココーノパタンキュー。はい、ではね、作ってまいりましょう。まずはですね、木の板ですね。こちら、これはですね、別の工作して余った材料なんですけども、12×12× ぐらいですね。まあ大きさ適当です。10センチぐらいあればいいと思います。はい、そしてですね、今回予算の都合上ですね、これ秋葉原のね、ガード下でセットで300円ぐらいかなって買いました。ですね、この電球の受け口ソケットですね、それからケーブル、こちらをね合体していきます。で、まあ私はですね、電気工事士の資格も持ってますし、まあ、こういうの経験あるんで自分でやりますけども、やっぱり100ボルト交流100ボルト使うので、ちょっとねお子様には、おすすめできませんので、そういう方はですね、これも電気屋さんとかで1000円ぐらいあれば、こういうねケーブルとソケットセットになってるものを売ってますので、こういうものをね使ってください。まあ今回はね予算の都合と、手作り感を出すためにですね、こういうのを使ってますけども、まあ自分のねレベルに合わせて、材料は選んでください。はい、まずはですね、こうやってつけちゃうので、ここにね電線が挟まらないように、こういうね切り欠きがあります。なのでここをですね、まあやり方正しいかどうかは分かんないですけども、ペンチでパチンパチンとやったらこういう風にね取れましたので、これでですね電線を通すことができます。こういう感じですね。ここのねネジへの取り付けなんですけども、これですね、電線がこういう風にですね引っ張られた時に抜けるとショートしたりしますので、引っ張ったらですねネジが締まる方向につけてあります。でこのネジの場合は、まあ、基本的にね右ネジの法則でこう時計回りに回ると締まる方向に行きますので、こういう感じですね、こういう感じにつけてあります。こういうイメージですね。でそうするとこうケーブルが引っ張られた時にこっち方向に回りますので、締まる方向にやると、そうすると抜けにくくなりますので、こっちとこっちとね、同じようにしてつけていきます。はい、こういう感じでね、導線をつけました。そしたらですね、テスターを使って、これね導通してるとこう音鳴るやつなんですけども、これを使ってですね、こことここ導通してないっていうのを確認してください。ここでピーって音が鳴るとコンセント繋いだ瞬間に爆発しますんで気をつけてください。ということでね、今爆発って言いましたけども、やっぱりね、こう初心者が手を出すとね、危ないので、皆さんはですね、やはりこう市販されてるものを選んでください。でね、今やりましたけど、まずこことここ。で反対は導通してない。で、今度は逆に、よいしょ。ここに触って、こっちが導通してなくて、こっちは導通していると。これで OK ですね。そしたらですね、これを、木ネジで、ここにですね取り付けます。はい、木ネジで、はい、木ネジ、はい、木ネジ、はい、木ネジ、ちょっとねもう少し長い木ネジに しました。でね、抜けないことを確認しましょう。で OK ですね。でそうしたらこのね蓋をつけて、これでねソケット部は完成になります。はい、そうしましたらですね、こちら通販とかでね、 Amazon とかでも買えます。ですね、電球ですね、このリモコンで、リモコンがですね、リモコンが、リモコンとねセットで1000円ぐらいでですね今買えます。うん、すごい時代ですね。こういうねリモコンで色も変えられて、それで1000円ぐらいで買えちゃうということで、これをですねこのソケットにつけていきます。はい、じゃあスイッチ入れます。3、2、1、GO。 はい、つきました。こういう感じですね。おー、なんか勝手に色変わってますね。はい、こういう感じですね。電球ができましたら、あとはですね、これ100円ショップで売ってるね、プラスチックケース、まあゴミ箱なんですけども、こいつをかぶせていきます。こういう感じですね。はい、でね、こうするとまたね、ここで線を踏んでますので、線をね通すための、穴をね開けていきましょう。
はい、こういう感じですね。切り欠きをまあちょっとドリルとね、ヤスリを使って開けました。でね、こうするとここにね、これがカポッとはまりますよという感じです。はい、ちょっとね見やすく、電気をね消しましたけども、これで完成です。はい、今回ね、通販で買ったやつなんですけども、こちらはですね、まずは RGB と、光の三原色と、その間のですね、なんかこう、色を変えたりとか、あとはですね、ちょっと一回白にして、この上下ですね、明るくしたり、ちょっと暗くしたり、ということで、使うこともできます。フェード。じわーってこういう変わる感じのとか、これは何ですかね、もっとさらにゆっくり変わる感じ、それからこうパッパッパッと変わる感じですね。白、オレンジ、パッパッ、なんかちょっとディスコみたいですね。はい、今回はねこの白いゴミ箱を使って、なんかね不思議と、本当は多分これ、あの、色の黒いやつとかだと、これ、あの、赤外線なんですよ。赤外線で見えるかな？これ赤外線が出てるんで、これを受信すると作動するようになってるんですけども、たまたまね、このちょっと薄いやつを使ってるんで、そのままね、あの、この操作が、リモコン操作が効くんですけども、このね、使うゴミ箱というか、このケースの色によっては、あの、この電波というか、この赤外線か、赤外線が届かない場合がありますので、そういう場合はですね、赤外線用の、このちっちゃい穴を別途ね、開ける必要があります。まあ、あの、予算的な問題でもですね、これ全部で1000円かかってないんですよ。電球も数百円でしたし、だいたいゴミ箱はね、あの、100円ですし、下の木の板なんかはね、あの、元からあったものなので、1000円かからずにね、作ることができました。はい、というわけで、みんなも作って、でミルフィーユ、まったねー。指分身、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。